ゆっくり飛行機チャンネル。最近 YouTube で実験動画みたいなのをよく見ているよ。実験？例えばスイカに溶けた鉄を注ぎ込んでみたとか、スイカに大量の輪ゴムを巻きつけるとどうなるかとか、そんなのだよ。主にスイカが犠牲になるのね。ああいうのってなんだか興味を惹かれるんだよな。知的好奇心を刺激されるというか。世の中には不思議な現象がたくさんあるんだなぁと実感するね。そうだ、容器に注いだ途端急激に凍り出す不思議な水ってのを知ってるか？注いだだけで徐々に凍るんじゃなくて急激に凍るんだ。それは知らなかったわね。通常水が凍るのはご存知の通り0度以下なんだが、ゆっくりと冷やした場合は0度以下に達しても凍らない場合があるそうだ。0度以下の状態の水を加冷却水といい、ちょっとした衝撃を与えると急激に凍ってしまうんだぜ。へえ、すごいわね。簡単な実験で再現できるそうだ。もしよければ調べてみるといいぜ。しかし過去にはそんな加冷却水が一因となった出来事が存在する。今回はそれを紹介していくぜ。というわけで今回紹介するのは、アメリカンイーグル4184便墜落事故だぜ。アメリカンイーグル、その名の通りアメリカの航空会社。これは航空会社というより、エアラインブランドと呼ばれる形態らしいわ。アメリカン航空のグループ会社が数社集まり、運航されていたみたい。主に小型機を用いて、短距離便や中距離便の地域路線を結んでいるわ。ちなみに今回、実際に運航を受け持ったのはシモンズ航空という会社だったぜ。この会社は有名な YS11 を運航していたこともあるそうだ。有名な国産の小型旅客機だね。これくらいの大きさが地域路線にとって手頃だったんでしょうね。今回事故を起こしたのはそんなアメリカンイーグル4184便。それでは前置きはほどほどに、経過の確認から始めていくぜ。お願いします。事故が起こったのは、1994年10月31日のこと。アメリカンイーグル4184便は、インディアナポリス国際空港を出発。目的地は280キロ程度離れた、シカゴ、オヘア空港だった。なかなかの近距離路線だ。日本で例えるとどれくらいの距離？多分羽田空港と中部国際空港の距離くらいじゃないかしら。ちょうどそのくらいだぜ。使用機材は ATR-72-200 というプロペラ機だった。フライトを担当した機長は当時29歳、総飛行時間は約8000時間程度だった。29歳か。結構若い機長だね。それでも8000時間という豊富な経験があったのね。対する副操縦士は当時30歳、彼の総飛行時間は5200時間程度だった。この便には乗員乗客を合わせて68名が搭乗。ちなみに2名の客室乗務員が搭乗したが、1人は今回が初めての乗務だった。初めての乗務で事故が起こってしまったのか。そんな4184便は、14時10分に駐機場を離れて離陸滑走路に向かった。しかし当時はあいにくの雨模様、そのため長時間にわたる待機を強いられた。離陸の許可を受けたのは、駐機場を出発してから45分後のことだった。かなり長い時間離陸できなかったのね。同機は14時55分に離陸許可を受け離陸。目的地まで約1時間程度の短い道のりだった。同機は巡航高度1万6000フィートまで上昇。その途中には、同じ空域を飛ぶ滝が管制官にあることを報告していた。あること？軽度の着氷が見られたそうだ。雲の多い悪天候なら、着氷があっても不思議ではないね。だな、同機は出発から約20分後には目的地に向け降下を開始した。近距離路線だけあって降下の開始も早いわね。その際、先ほどの報告を聞いていたのかはわからないが防漏装置を作動させていた。しかし悪天候により、シカゴ、オヘア空港でも多くの便に遅延が発生。そのため管制官から、上空での旋回待機を指示される見込みだと告げられた。15時17分には旋回待機の詳細な内容が告げられ、実際の開始はそれから7分後。15時24分のことで、この時高度は1万フィートまで降下していた。同機はしばらく旋回を続け、15時33分に乗員たちはフラップを展開した。少しフラップの展開が早い気がするわね。それもそのはず、旋回待機中の機体は少し機首を上げたまま飛行していたからだ。巡航中であれば機体のピッチ角、つまり前後の傾きはおおむね0度に近い状態だ。しかし着陸が近づき、速度が低下すると高度を保つために機首上げの状態となる。副操縦士は機体の傾きを減らそうとしたのだろう。彼は機長にフラップを展開しますかと尋ねた。念のためにフラップが何かを説明しておくと、離着陸時に必要な揚力を生み出すために使われる主翼に備わる動力よ。翼近くの窓側に座ったことがある人なら、動くのを見たことがあるかもしれないね。副操縦士は揚力を増すことで傾きを小さくしようと考えた。そして彼はフラップを15度の位置にセット、傾きはほぼなくなった。
しばらく待機の状態が続き、15時49分に機長はトイレに席を立った。5分ほどすると機長が戻ってきたが、その際副操縦士は少し着氷が見られると発言。しかし彼らが特に気に留める様子はなく、これ以上の話し合いは行われなかった。これは少し嫌な予感がしてきたわね。15時56分、管制官は降下して高度8000フィートを維持するように指示。同機は降下を開始したが、降下に伴って少し速度が速くなった。その結果、フラップの展開が可能な限界速度を超過したことから警報が作動。この警報を聞いた乗員たちは、フラップを格納した。すると機首が少しずつ上がり始め、再び前後の傾きが大きくなりつつあった。そして15時57分33秒、高度9130フィートを下回った頃異常が起こった。なんと操縦桿が右いっぱいで固定され、急激に右への傾きが大きくなったのだ。わずか 0.5 秒の間で操縦桿が右いっぱいまで傾いてしまったから驚きだ。徐々にとかじゃなくて、一瞬で一気に傾いたということか。突然の異常ね、一体何が起こったのかしら。当然作動していた自動操縦は解除され、乗員たちの手に委ねられることとなった。彼らは必死に操縦桿を左に傾けたが、非常に強い力が必要だった。一瞬は右への傾きが緩んだものの、その直後に再び機体が急激に右に傾いた。さらにその時の降下速度は毎分2万4000フィートという、極めて速い速度だった。地面との余裕もあまり残されていなさそうね。急降下による急加速で待機速度は327ノットに達し、70度の機首下げで飛行。高度1700フィートを割り込んだ時、雲を抜けて乗員たちは地面を視認。彼らは衝突を避けるため、操縦桿を引いて機首上げを試みた。しかし不幸にもそれが機体構造の破壊につながった。限界を上回る速度で飛行していたため、機首上げ操作により機体が破壊された。ああ。そのまま体勢を立て直すことができず、同機は大豆畑に墜落。最初の異常が起こってからわずか30秒、文字通り一瞬の出来事だった。わずかな時間でこんなことが起こってしまうなんて、恐ろしいわね。その急降下だと、乗っていた人たちは。機体の損傷は激しく、機体とエンジンが衝突した場所にはクレーターができた。かなりの衝撃だ。胴体はバラバラの状態になっており、生存者の見込みは絶望的だった。異常から墜落までたった30秒足らず、本当にあっという間だったでしょうね。何の前触れもなく、突然機体が急激に傾くなんてことがあり得るのかな。機械的な故障だったのか別の要因があったのか、気になるところね。事故機を短時間で墜落に追いやった原因については、動画の後半で説明するぜ。お願いします。着陸態勢に入っていた事故機に、一体何が起こったんだろう。フライトデータレコーダーを解析したところ、ある事実が判明した。ある事実？機体が傾く前、翼に氷が付着したことが原因と思われる航力の増大が記録されていた。そういえば、同じ空域を飛行する別の機体が着氷を報告していたわね。そう、みぞれのような強い雨の中を飛行しているという報告もあったそう。乗員たちも着氷の可能性について話していたね。実際にエアメットと呼ばれる航空路周辺の気象情報提供サービスにおいて、事故機の飛行していた空域では軽度から中程度の着氷が予想されるとの予想があった。なるほど。でも事故機は防氷装置を作動させていたんじゃなかった？確かにその通りだ。同機には防氷ブーツと呼ばれる仕組みが搭載されていた。防氷ブーツ？こんな感じで薄いゴムを膨らませて氷の蓄積を防ぐ仕組みのことだ。ヒーターとかじゃなく、物理的に氷を壊してしまうような仕組みだったのね。実はこの事故で氷が蓄積していたのは、防氷ブーツの後方だったと考えられている。それって防氷装置としての役割を果たしていたと言えるのかしら？なぜそんなところに氷が溜まったんだろう。実は事故機が飛行していたのは、下冷却水滴が含まれていた雲の中だった。下冷却水滴って？非常に細かい水滴が氷点下の状態となっても凍結せず、存在していることだ。この状態の水滴が機体にぶつかると、その衝撃で急激に着氷が進むという特徴がある。それ動画で見たことあるわ。水を注ぐと急に氷出すっていうの。そうそう、それと同じことが事故機で起こった。その結果、防氷ブーツの存在しない場所に氷が急激に蓄積したというわけだ。1994年12月の調査でも、同じ場所に着氷が起こることが確認されている。つまり防氷ブーツの後方は着氷の起こりやすい場所だったということね。着氷すると、具体的に何が起こるの？エンジンや主翼に着氷すると、性能が低下し時に大きな危険が及ぶこともある。なるほど、今回の事故でも着氷が操縦に大きな影響を与えたということ？
そうだ、まず着氷により主翼を流れる空気の流れに乱れが生じた。加えて降下中、乗員たちは速度強化の警報が鳴ったためフラップを格納。それに伴って機首が上がり、向かい角が大きくなって翼を流れる気流が不安定になった。その結果、左右の傾きに影響するエルロンと呼ばれる動力でも気流の乱れが起こった。その気流の乱れがエルロンを巻き込むことで、エルロンの反転を引き起こした。エルロンの反転が起きた結果、ケーブルで繋がる操縦桿が右に傾いた。すると機体は完全に失速。何が起こったかわからない乗員たちは体勢を立て直せず、墜落してしまった。ちょっとした着氷でもそんなに大きな影響を与えることがあるのね。例えばエアフロリダ90便では、主翼の着氷が離陸性能の低下を招いた。センサーへの着氷は、エールフランス航空447便みたく不正確な速度の提供につながる。こうして着氷によりエルロンが乱気流に巻き込まれて反転、それに伴い操縦桿が右に傾いたことで機体も急激に右に傾いた。乗員たちは操縦桿を左に傾けたが、操縦桿と動力はワイヤーで繋がっていた。そのため、この状態で操縦するには相当強い力が必要だったと見られている。さらに報告書では、予期せぬ急激な傾きに対応する訓練を受けていなかった点も指摘。こうした背景を考慮すると、姿勢を回復させるのは困難だった可能性が高かった。何の前触れもなかったし、なすすべがなかったかもしれないね。失速したのなら失速警報くらい作動してもよかったんじゃないかしら？フラップを格納した段階ではまだ向かい角が基準値未満で、失速の危険は小さかった。しかし右への傾きが一気に増大した結果、急激に失速に近づいた。そのため、何の前触れもなく失速という状況が起こってしまった。なるほど、あまりに突然の出来事すぎたのね。乗員たちは急降下中、主に操縦桿を引くという操作を行っていた。失速している時に操縦桿を引いて機首を上げるのは、良くないんだっけ？そうだ、もし失速警報が事前に作動していれば状況を正しく理解できたかもしれない。とはいえ乗員たちは、着氷の原因でこんなことが起こるのも知らなかっただろうね。本当ね、まさかエルロンが反転するなんて。メーカーは、1980年代の後半に同じ現象が起こりうることを把握していた。これは飛行試験で判明したものの、防止に向けた対応や情報提供が不十分だった。これはメーカー側の責任も大きいね。また過去には同型機が同じ条件で、複数回の事故を起こしていたことも判明。規模の代償を問わず起こったが、一部は着氷が原因だと考えられたものもあった。過去の教訓を生かすことはできなかったのね。さらに航空機の認証を受けるとき、着氷に関する条件が甘かった点も指摘している。こうした操縦以外の要因が、この事故では大きなウェイトを占めることとなった。操縦自体に大きな問題があったわけではなかったんだね。ちなみに過去に同じ事例があったと言ったが、無事生還した事例もあった。そうなんだ、この状態から立て直すなんてすごいわね。静止を分けたのは、事前にフラップを展開していたか否かという点だ。生還した事例では、フラップを展開していなかったそうだ。しかし今回は直前までフラップを展開しており、格納に伴って機種が上がった。そのため、生還した事例より激しい気流の乱れが生じたという点が異なった。直前の状況一つで、運命が変わってしまうこともあるんだね。今回の事故を受け、連邦航空局には曖昧だった着氷に関する定義を明確化すること。メーカーには制御システムの設計変更やエルロン反転の防止を含めた改善を、新規及び既存の同型機に対して義務付けることなどを勧告した。またアメリカンイーグルをはじめとする一部の航空会社は、同型機の運航を南部の暖かい地方に限定。着氷の恐れがある北の寒い地域での運航を取りやめることになったそうだ。着氷に弱い機体なら、それが事故を回避するための確実な方法かもしれないね。というわけで、これがアメリカンイーグル4184便墜落事故の概要だぜ。着氷がいかに危険か、改めて思い知らされる出来事だったわね。車でも雪や氷が事故の原因になったりすることも多いし、私たちも気をつけないと。本当だな、自然の力を甘く見てはいけないのは確かだろう。それじゃあ、航空小話のコーナー。今回は驚きの手荷物を持ち込もうとした乗客のお話よ。驚きの手荷物。以前にもお話ししたことがあったかしら。世の中には愛するペットと共に空の旅を楽しみたいという人も多いわ。一部の会社ではペットと一緒に飛行機に乗れるというサービスを紹介したこともあるな。そうね、今回ユナイテッド航空を利用しようとしたある女性。彼女は驚くべきペットを連れて空港に現れた。それはなんと、クジャクという美しい羽を持つことで有名な鳥だった。クジャクを持ち込み？犬や猫じゃなくて鳥、それもクジャクとは驚いたぜ。そもそも、飛行機に鳥って持ち込んでもいいの？
航空会社や国によって違うそうなんだけど、場合によってはインコなどの小さな鳥であれば連れて行けるみたい。とはいえさすがにクジャクは大きすぎるしな。うん、残念ながら規定に反するために持ち込むことは叶わなかったみたい。やっぱりそうだよね。でも種類によって飛行機に乗せることができるというのは意外だな。小鳥にとっては結構なストレスだろうし、可能な限り避けるのがいいんだろうけど引っ越しの時なんかは便利だな。というか、そもそもクジャクなんて簡単に飼える生き物じゃないよな。飼えなくはないみたいだけど飛行機の移動は諦めた方がいいわね。もしクジャクを飼いたい人がいたらこのことは覚えておくといいかも。視聴者さんの中でそんな人がどれだけいるんだろうか。いないだろ。それじゃあ今回の動画はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。どこまでも